今の教師の名は何て言うねん。梅川さんです。相方は決めたんか。決めた、梅川や。遊女の加藤とはこのこと、私にとっては初めてでございます。お前も家にばっかりおらんと、ちっと外へ行って帰参事したらどうやの。まあ、のんきらしいこと言いやはって。私は人さんがどない思うてもかめへん。一時もあんたから離れとうないのよ。親元では一切存じよりはいたしまへんさかい、くれぐれもご承知くださいませ。梅川に身請けの話があるそうな。身請け300両ってこれ一口で言うけど大金やで。お主が羨ましいで、わしも備えに女子に打ち込んで命だけで惚れ合ってみたいもんや。これが恋というものかもしれんけど、私にはもう義理も道理も耳には聞こえぬ。ただあの女子を話しとうないばっかりや。府外の務めに汚れ切った女子の私に、初めて男を愛おしいと思う心を教えてくださったのは父様よ。お前は遊女やらへん、わしの女房や。